お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はですね、またラーメンでございますが、これね、冷蔵庫を整理するためにですね、ありました。冷凍してるね、生ラーメンがね、いっぱいあるんですよ、冷凍庫に。それぐらいね、ラーメンが好きです。うちの父も結構ラーメンが好きなんですよね。例えばインスタント麺でも、蓄えてます。これはね、理由があってね、こういう地震とか、前に、ね、地震経験があったのでね、それを備えてね、用意してるんですよ。非常食とか、水とかね、薬とか。ありますよね。常備薬みたいな箱にね、一週間ほどね、置いてね、やってるんですけどね。で、その時はね、まだね、ガスはね、正常に動いてたから良かったんですけどね。で、もしね、過ぎあった時はガスのね、保証もありませんからね。で、常備としてね、やってるんですけどね。ちょっと話がちょっと脱線してしまいましたけどね。話を戻しまして、野菜とかもね、整理整頓しながらね、作っております。これね、もしまたラーメンかってね、思わないでください。その代わりね、明日は少し豪華なのをやろうかなと思ってます。で、前にあった餃子とかね、こんにゃくステーキとか、あるいは唐揚げか、のようなね、夕飯を、見せますのでね、よろしくお願いします。お酒は焼酎のサイダー割りでございます。で、明日、可能であれば、またプロ野球カード、開封動画やりたいと思います。何が出るのかは、お楽しみに。私がね、買って判断しますから、私自身もわかりませんので、よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは、皆様にお任せします。ありがとうございました。